おい。せや。時間食っちまった。いらっしゃいませ。おい。ええ、いや、何見てんだ。覚悟はできとんのか。覚悟はできてるんやろな。手間取らせやがって。おい。ああ。え、ほんまでっか。わかりました。世話になったな。ああ待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪う思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ登場界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。
首に懸賞金をかけたのは誰だ。知るか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まああとは勝手にやっとくんなり。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か。そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人、桐生の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に10億カムロ町にばらまいてこい。わかりました。しばらく寝てろ。
宝社員で働くのはやめてうちの店に来てくれないか。ん？ですがもう宝社員に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では給料は宝社員の倍を出させてもらおう。それでどうだね。え？倍ですか。わかりました。宝社員はやめてあなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ桐谷さん。フォーシャイン、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあどうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました桐谷さん。あら、どうかしたの小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すならそういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。ほどはすみませんでした桐生さん。まあ気にすんな。あんたここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくてずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくてようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんでお客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大。お店の信用もだだ下がりよ。ああ、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないとうちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますのでお願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします。桐生さん、今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。
楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。え、いいですか？ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。桐生さん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。では桐生さん、いえ、桐生店長、よろしくお願いしますね。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、いませちゃったよお客様。盛り上がりましょう。いいね、いいね。ようこそ、よろしく頼むよ。楽しい。お待たせしました。すっごいタイプだよ。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。盛り上がってきた。お願いします。ようこそ当社員。はじめまして、小雪です。いらっしゃいませ。好みじゃないな。素敵だよ。ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ、お客様。お会計ですね。また来てくださいね。いらっしゃいませ。
ようこそ。楽しく行こう。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくな。会計ですね。最高やな。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。楽しませてくれよ。いらっしゃいませ。どうもお客さん。素敵だよ君。盛り上がっていきましょう。よろしく。ようこそ。盛り上がってきた。今日楽しみましょう。今一か。正解です。なんとか乗り切れたな。キリュウさん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。キリュウさん才能ありますよ。お世辞はいい。だがなかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男か、神崎さん。神崎、神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついな、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売上ナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でも
フォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん？小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え？でも。このままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるなら、たとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょうユキさん。よし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん頑張りましょうね。え、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよ。ね、ね。まったく、しょうがねえな。わかったよ。やったー！キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がって、このお店を人気店にしましょうね。ああ。そうだ！せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれ、やろうか。いいですね！あれ？いますよ。ワン、ツー、スリー、フォーシャイン。うまく決まったね。キリエさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。
いや、
覚悟はできてるんやろな。こっち来いや。何見とんねん。やったるで。あれ
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ、また来たよ。当社に。盛り上がりましょう。かわいいね。いらっしゃいませ、お客さん。素敵だよ。盛り上がりましょう。いいね、いいね。ようこそ、当社に。助けを求めてるように見えますが、放射員店長、さりげなくフォローします。お待たせしました。かわいい。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。ここで1分が経過しました。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。楽しい。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。素敵です。盛り上がってきた。盛り上がっていきましょう。すごいタイプだよ。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。
ようこそ。どうも。フォーシャインフィーバータイムだ。素敵です。かわいいな。いらっしゃいませ。美人さんだな。お願いします。お会計ですね。助けを求めてるように見えますが、フォーシャイン店長、さりげなくフォローします。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。素敵だよ。楽しい。かわいい。お願いします。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。お願いします。お会計ですね。店長で。ご延長ありがとうございます。フォーシャインフィーバータイムだ。お会計ですね。まだ来てない。いらっしゃいませ。まだ来てない。盛り上がってきた。お待たせ。おう、よろしく。フォーシャインフィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ当社に。最高や。残り時間はあとわずか。ラストスパートだ。よろしくお願いします。いいね、いいね。お会計ですね。ようこそ。どうも。ありがとうございます。素敵やな。お待たせしました。美人さんだな。当社員売上が100万円突破だ。ここでタイムアップだ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ。どうもどうも。フォーシャイン。
願いします。めっちゃタイプや。いらっしゃいませ、お客さん。かわいいな。お待ちしてました。かわいい。いらっしゃいませ、まだ来たぞ。お願いします。助けを求めてるように見えますが。いらっしゃいませ。オープン。放射員店長、さりげなくフォローします。ようこそ。また来たぞ。放射員です。最高や。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。1分経過。ここからどう動いてくるのか。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。放射員フィーバータイムだ。盛り上がってきたわ。よろしくお願いします。すごいタイプだよ。放射員売り上げが50万円突破。ようこそ放射員。お会計ですね。会計ですね。ありがとう。放射員フィーバータイムだ。ようこそ、また来たよ。お会計ですね。会計ですね。ここで2分が経過。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お会計ですね。素敵だよ。今日は楽しみましょう。いいんだな。いらっしゃいませ。素敵だよ。お会計ですね。残り時間はあとわずか。ラストスパートだ。お待たせ。かわいいな。お願いします。助けを求めてるように見えますが、放射員店長、さりげなくフォローします。おもろい。放射員売り上げが100万円突破だ。
助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。失礼します。ごゆっくりどうぞ。フォーシャインフィーバータイムだ。ありがとうございました。ここでタイムアップだ。しばらく寝てろ。あら、私のステージを見たいの？仕方ないお兄さんね。いいわよ、なら見せてあげる。私のステージをね。ほら、堪能なさいな。まだまだこれからよ。私はまだ本気を出していないんだから。